パリ五輪第14日女子ゴルフ、2024年8月8日ゴルフナショナルイコール6374ヤード、パー72、首位と6打差の7位から出た山下美夢、23イコール加賀電子、は5バーディー、3ボギーの70で回り、通算3アンダーでホールアウトした。終盤に巻き返し、2日連続でアンダーパーにまとめた。5番でバーディーが先行。8番では3パットでボギーを叩くも、続く9番でバウンスバックし、前半は1つスコアを伸ばして折り返した。後半は10、12番でボギーと苦しい展開も、15番では15メートルを沈めてバーディーを奪取。最終18番では5メートルのバーディーパットを強気に沈め、連続バーディー示した。ホールアウト時点で首位とは5打差、好位置で第2ラウンドを終え、後半ボギーが続いたんですけど、なんとか上がり立て直して良い流れで終われたかなと思います、とうなずいた。初日に続き、フェアウェイキープ率 71.43%、パーオン率 77.78% と持ち味の安定感抜群のショットは健在だった。メダル獲得を十分狙える位置で迎える残り36ホール。残り2日しっかり準備して、明日からも伸ばせるように頑張りたい、と力を込めた。